みんなで鹿児島 SDGs はより良い未来のために国連が定めた目標 SDGs について今身近でできることを一緒に考えてみようという取り組みです。ニュースナウでは先週から県内の SDGs の取り組みを紹介しています。今日は17項目の中の10番目人や国の不平等をなくそうです。性別、人種、障害のあるなしなどにかかわらず、すべての人の能力を引き出し、社会、経済、政治への関わりを促進することなども挙げられています。そんな中、新しい福祉づくりに取り組んでいる鹿児島市の障害福祉施設の職員がいます。久保記者の取材です。小さな木の枝を貼り合わせて作ったオブジェ。鮮やかな色使いが印象的な集合体アート。これらを作ったのは障害福祉施設の利用者たちです。好きな作品はありますか？これ上手にできました。はい、鹿児島市犬迫町の障害福祉サービス事業所キララです。キララには障害を持つおよそ40人が通っています。キララでサービス管理責任者を務める上馬場哲也さん33歳。上馬場さんが今取り組んでいるのが障害を持つ人が見ている世界をアートを通じて発信するプロジェクトです。こう彼らを知ってもらいたいなっていうところから始まったんですけど、今ここのキララを会場にしてフェスを開催したんです。でその会場作りのために最初このアートだったりとかっていうものをちょっと作っていったのが始まりでした。現在こちらでは利用者の方がアート作品作りを行っています。皆さん集中して作業に当たっている姿が印象的です。以前キララでは収入を得るために野菜の袋詰めなどの作業を行っていました。そんなある日、通所者が日常に見せる何気ない癖が上馬場さんの目に留まりました。外を出歩いてよく物を拾ってたんですね。ある日その木の枝を拾ってるのを見つけて彼が、でそれでオブジェを作ってみたらどうかっていうので相談したら、まあ、喜んでやってみるということで。外で物を拾い集める利用者の山田真一さんの癖が上馬場さんには個性として目に映りました。木をなんかつけてもずっとこれも、これも、あれも山田さんが作ったんですよね。頑張ります。喜んで木の枝を貼り合わせた作品を作り始めた山田さん。以前より長い時間椅子に座っていることも増え、集中力もついたということです。一方、別の利用者の宮川かなさんです。集中力に優れ、同じ動作を繰り返す宮川さんの個性を上馬場さんは集合体アートに生かそうと考えました。この丸って何ですか？かよさん、上馬場さん。上馬場さんどこにいるんですか？これ、それが上馬場さん。うん、宮田さんもいますか？これ。かなさんは？ね、いないよ。あ、職員さんだけなのかもです。その丸っていうのがその自分の身近な人なんだそうですね。表現したいものだったりとか、その絵を描くこと の, その楽しみだったりっていうところがあるみたいです。山田さんや宮川さんたちの作品を多くの人に知ってもらいたいと考えた上馬場さん。利用者が生み出したデザインを商品化することに。今では山田さんと宮川さんはキララを代表するデザイナーです。山田さんの木の枝のアートを生かしたペンスタンドやメモスタンド、宮川さんが描いたデザインを使ったネクタイやマスクケースなどはキララのオンラインショップやマルシェなどで販売されています。他の利用者の中には2人がデザインしたものを縫い合わせる作業などで参加している人もいて、売り上げなどもみんなで分け合っています。やっぱりこう商品作って、まあ、そこの収入を、まあ、彼らにも
バックして返してっていうところで、まあ、彼らのそのやりがいだったりとかっていうところにもつながってるみたいです。先月19日、社会福祉の第一線で活躍する若手を表彰する全国大会がオンラインで行われました。九州代表として出場した上馬場さんは、障害者の個性を発信するアートに込めた思い、福祉の仕事への思いを動画でプレゼンしました。彼らのような障害がある人、いや、すべての人がこの自分らしさ、自分にできることでこの社会で活躍できるということ、そしてその社会を作っていくのが我々福祉職のミッションであるということを、福祉は大変じゃない、クリエイティブで面白いよ。その方のその人らしさだとか強みを生かした支援をするということがすごく主流になりつつあります。それをビジネスにつなげている、そこのところの展開が素晴らしいと思いました。ベストヒーロー賞に選出されたのは上馬場哲也さんです。見事最多票を獲得し、グランプリのベストヒーローに選ばれました。ありがとうございます。全国に発信できたということがとても嬉しいです。いろんな人がですね、彼らの作品に触れることによって、まあ、彼らの社会参加につながればと考えているので、もっといろんな利用者さんがそういう作品作りに関われるようにしていきたいなと思います。それぞれの個性を生かしながら作ったアート作品で社会とのつながりを作りたい。福祉はクリエイティブと前を向く上馬場さんの取り組みはこれからも続きます。